では具体的にどんなリスクを受け入れてどんなリターンを期待するかという観点からニーサの使い方を考えてみましょうかハイリスクハイリターンなものから見ていきますこちら非課税効果の最大化を追求するケースとありますニーサとはいくら利益が出ても税金は免除しますよという制度ですよねならばその恩恵を最大化しようじゃないか というアグレッシブな考え方ですさっきの例で言うと5年か10年をかけて上限の1,800万円まで埋めきった後にとことん長く持った結果仮に1億になったとしてもその利益1億から1,800万円の8,200万円というのには税金はかからないわけです。本来なら その2割の1,640万円の税金が差し引かれてしまうところを確かにでも途中段階ではきっと大きな評価損を見ることになるのでそれに耐えられる覚悟先ほど言った自分は何のためにどれくらいのリスクを受け入れて という納得が自分にないとダメでしょうね下がったところで怖くなって売ってしまうかもしれませんああ確かに一億なんて少し極端な話をしましたがこうした考え方だってその人の何のためにとどれくらいのリスクを受け入れて次第では決して否定されるものではありません具体的にはいわゆるインデックスファンドではなく 成長エリア成長産業にフォーカスして株式を選ぶタイプの投資信託当社独自の言い方だとイノベーション株式の投資信託などが候補の一つだととと思いますロボテティクスとィテクスかかインッただしそれらは積み立て投資枠にはラインアップされていない場合が多いので成長投資枠で買うことになります。 成長投資枠は年二百四十万円で好きなタイミングで買えば良いと話しましたが積み立て設定して買うことでも構いません。二百四十万円を十二ヶ月で割った月二十万円までの積み立てでそうした投資信託を買うというのも一つの考え方だと思います。値動きが大きいファンドなら特に積み立てがいいのかしら？その通りです。 次はこちら。これが何度か出た全世界株式指数とか S&P500 日本株ならトピックスなどのイインンデックスファンドを買うイメージです。株式の平均値で良しとするケースとある通り爆発的な上昇を期待するというよりは平均値を追う考え方です。とはいえ株式の変動はもともと大きいし 先ほど「1.2×1.2=1.44」の話をしたように海外株式に投資する投資信託の場合は為替も絡んできますインデックスファンドなら安心という安易なイメージで始めないことが大事です。くどいですが何のためにどれくらいのリスクをという覚悟が必要です。積立投資枠には このタイプのファンドになる人が多そうな気がする次はこちらそんなに覚悟とか言われても困るわという方だって多いですよねそれにニーサイコール株式インデックスファンド一択といった固定関連のせいで大きなリスクを取るべきでないお金にまで過度なリスクを負わせないようにしなければなりません それでも預貯金に寝かせておくわけにはいかないお金なんだという場合はリスクをできるだけ抑えながらニーサを賢く使うということを考えることになりますほどほどで抑えるケースとあります株式100%ではなく株式と債券などがミックスされたバランスファンドと呼ばれる投資信託ですでもバランスファンドは数が非常に多いので選ぶのが大変かもしれません 大まかに言えば安定役である債券の全体における比率が六割以上のものを選ぶようにすれば日々の変動リスクはそこそこ抑えられるかと思いますでもその代わり株式市場が好調なときはそれほど上がらないそうそうでもそれでいいお金のはずなんですよね保守的なお金を ニーサを使って慎重に増やしたいと思う場合は自分の目的に合ったバランスファンドかどうかをよく見極めてほしいと思います自分で難しいという場合は金融機関でアドバイスをもらうのも一つだと思いますちなみに選べたバランスファンドが積立投資枠で買えるファンドでない場合は成長投資枠で買うことになります 積み立て投資枠は数が絞られているので、そうなることも多いと思います。最後にこちら、分配型です。隔月や年2回などの頻度で決算を行って、その都度分配金を支払うことを目指すタイプの投資信託をイメージしています。それを兄さんの器に入れようという話ですね。分配金はその時々で持っている投資信託を一部解約しているのと同じなので。 この絵にあるように分配金を払い出すと基準価格はその分だけ下がりますしたがってこの使い方をする場合は受け取る分配金が本当に必要かどうかの自問自答が必須です利息が出ても元本は変わらないという預金とは違うところだよねでももしまとまったお金の有効活用がしたくて取り崩しながら運用するための自動解約装置として 分配という仕組みを使おうという明確な目的と理解があるのならニーサの器に分配型の投資信託を入れるのはありだと思いますもし分配金がその人が買った基準価格より高い水準の時に出た場合はその人にとっての利益の分配金ですから通常は課税されるのですがニーサの器に入れておけば分配金も非課税になりますなるほど さてニーサという器の考え方使い方の例をご紹介してきました2024年からの新ニーサは柔軟性に富んでいるので逆に悩んでしまうかもしれませんでもニーサを一つのファンドだけで考える必要もありませんもちろん管理できないほどたくさんのファンドを持つことはお勧めしませんがこのように土台と柱のように分けて考えて 3 4本のファンドでそれぞれに担わせる役割を明確にするように組み立てていくという考え方はおすすめです。まず積み立て投資枠ですが株式ののインンデックスファンドの積み立てを月10万円としています具体的に何のインデックスファンドがいいかは、はあ、あそれぞれで考えていただくとしてこれで積み立て投資枠は終了ですね。 この成長投資枠一括投資年80万円とは積み立て投資枠では買えないインデックスファンドをイメージしています。積み立て投資枠で買える投資信託は限定的な場合が多いのでこのようにしてみました。ナスダックのインデックスファンドとか広配当系のインデックスファンドとか、うん。そしてイノベーション株式60万円とあります。 これはさっき使い方のケース1で紹介した非課税効果の最大化を追求するというやつです値動きが大きいと思うので成長投資枠ですが積み立てで月5万円ずつ買っていくことにしていますインデックスファンドのいいスパイスにしたいっていう感じここまでで260万円が株式の投資信託に割り振られたことになります 同じ株式ファンドでも、性格の異なるものを意思を持って三つに分けていますし、積み立てか一括かという買い方も使い分けていますよね。最後、残りの百万円はバランスファンドに割り当てています。先ほど話したどの程度のリスクの抑え方をするか、債券の比率がどれくらいのバランスファンドにするかは、その人のお金の性質や目的次第です。 佐々木さん、きっちり三百六十万円使い切りましたねこれは単なる一つのケーススタディですからね皆さんに考えてもらうためのこの割り振り方を推奨するわけではもちろんありません何度も言ってきたようにその人ごとに違う何のためにとどれくらいのリスクを受け入れるかによってこの組み合わせ、ニーサ全体の組み立て方は 全く違ってくるはずですちなみに佐々木さん個人の組み立て方はそれはもちろんはあ、内緒です <laughs> ですよねでもこの動画を見た皆さんが納得づくで自分なりの組み立て方ができるといいよねですねご視聴ありがとうございました